オースライブです。今日は今年7月にオース2丁目にオープンしたモーションというとってもおしゃれなカフェからお伝えします。はい、さあ皆さん、この可愛らしいピンク色のラテ、ね、一体何でできているか分かりましたか？岡田さん、いちご。あれでも季節じゃないか。シンプル。いちご。なるほど、いちご。石井さんはどうですか？なんか最近ピンクのチョコレートってできたじゃないですか、ちょっと前に。それだと僕は思うんですよね、はい、なるほど、正解はですね、はい、こちら、ね、ビーツということで、2人ともブブー、大外れです。恥ずかしいんですけど、ちょっとそう、ビーツというのはね、今あの栄養価が高いということで健康志向の高い方から注目を集めていますよね。はいはいはい、ということで早速いただきます。かわいらしい、お芋ですよ ね、 ねえ、どんな味がするんでしょう、ちょっと想像が、うん、あ、このビーツって実はほうれん草の仲間でして、そんなビーツの独特の土臭さなどは全然なくて、こうミルク感たっぷり、ほんのり甘くて、最後にふわっと生姜が香りますね。ほっとします。でここからは原さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうしてビーツをラテに使おうと思ったんですか？はい、当店モーションではブランドカラーがピンクでして、まあ、ブランドカラーを基調にしたドリンクを作りたいと思った時に、まあ、世の中が健康志向でもありますので、まあ、飲む血液と言われているビーツを使用しました。なるほど、はい、あのピンクとおっしゃっていましたけれども、実はロゴがピンクなんですね。でこれ鏡越しで見るとモーションと普通に読めるようになっている、反転して読めるようになっている、これにも意味があるんですよね。はい、モーションではスペシャリティコーヒーを、提供していまして、スペシャリティ業界にちょっと難しい堅苦しい、はい、そうですね、堅苦しいイメージがありますので、まあ、それを覆すという意味でもあのロゴを反転させています。うん、なるほど、スペシャリティコーヒーっていうと本当に世界中で厳選されたコーヒーで、こういろんな、ね、難しい基準クリアしなきゃいけないということで、ちょっと確かに堅苦しいイメージがあるけれども、はい、ここではこのスペシャリティコーヒーとこうした美味しい手作りでこだわった洋菓子などを一緒にいただくことで、すごく手軽にいただくことができるんですよね。はい、いや今日もですね、実際に多くの方がいらっしゃっていまして、いっぱい映え写真を撮りながら楽しんでおりました。皆さんもぜひお楽しみください。オースライブでした。